も今日から欠かさずに筋トレとかしていたら怪獣が出た時僕はヒーローかもしれない。そんな期待の未来も目の前の世界のことも分かんないことだらけだ。君の頭の中も運命は神様の言う通り、景色ばって決まりきったストーリー。そんなのだったのよ君の一言。ほら溶け出す境界線、妖怪妖怪なんか妖怪、君と昔してみ